高瀬ダム、高瀬ダムは長野県を大町市、一級河川、品野川水系高瀬川の上流部に建設されたダムである。東京電力が管理する発電用ダムで、富山県の黒部ダム、黒部川に次に本来2位の高さ、176メートルを誇る巨大なロックフィルダム。溶水式水力発電所である、新高瀬川発電所の上部調整地を形成し、 下部調整地である7層ダムとの間で最大128万キロワットを発電する日本有数の大規模水力発電所を要する。ダムによって形成された人造湖は高瀬ダム調整湖と呼ばれ通称はない。しかし2005年、平成17年には大町市の水泉を受け財団法人ダム水源地環境整備センターが定めするダム湖100選に選ばれている。 中部山岳国立公園に指定されており、黒部ダムと同様に自家用車で行くことができないダムである。品野川水系西川の支流である高瀬川は、飛騨山脈という日本国内有数の豪雪地帯に橋を発する急流河川であり、水力発電に適しているとして古くから注目されてきた。電源開発計画を進めていた東信電機は1922年、 大正11年に完成させた高瀬川第一、発電所を足掛かりに高瀬川第二、第三、第四、第五発電所を次々に建設した。第二次世界大戦後高瀬川の水力発電所群を引き継いだ東京電力は首都圏における電力需要の高まりを受けて高瀬川の電源再開発事業を計画した。高瀬川においてすでに稼働している。 水力発電所はいずれも小規模なもので、河川の利用率も低く開発の余地は残されていた。当初は上流に高さ170メートル級の巨大なダムを築き、下流6カ所の水力発電所によって、最大43万キロワットを発生させ、1年間あたり6億キロワット時もの電力量を得ることを構想していた。しかし、その後の火力発電の進歩により電力供給の主体が 水力発電から火力発電に移行したことを受け、高瀬川電源再開発計画は大きく変更される。最終的には、高瀬ダム、七層ダムという2基のダムを建設し、各ダム湖間で水を往来させる用水発電所、建設計画としてまとめられた。深夜の余剰電力を、下池、七層ダム湖より、上池、高瀬ダム湖へと水を汲み上げることで吸収し、 大量の電力が必要な昼間に備えるという運用により大規模な火力発電所を安定して効率よく運転させことができる。1969年昭和44年高瀬ダムを上池七層ダムを下池とした新高瀬川発電所の建設に着手。1979年昭和54年に事業は完成した。 新高瀬川発電所は、東京電力の水力発電所。上池、高瀬ダム湖と下池、七層ダム湖との間で水を往来させ、最大で128万キロワットもの電力を発生させる大規模な水式水力発電所である。発電所は、高瀬川右岸の地下にあり、30万キロワット級の水車発電機を4台と変電設備を設置。 発生した電力は送電線を通じて、長野県東地区間郡、旭村にある新品の県電車を経し、首都圏に向けて送電されている。高瀬川鉄湖間では、高瀬田も及び新高瀬川発電所の見学を無料にて実施していた。完成当時は日本最大級の規模で、1980年代には東京電力のテレビコマーシャルにて放映されていた。 しかしその後平成23年の東日本大震災によって発生した福島第一原子力発電所の事故をきっかけに鉄府管は休館となり放射能汚染の賠償のための資金調達の一環として6月には廃止された。品野大町駅から七相ダムまでタクシーで30分、約6200円。七相ダムから高瀬ダムまで特定タクシーで15分。 約2100円。高瀬ダム自体は開放されているが、中部山岳国立公園内であるため、自然環境保護と施設管理の面から、下流の七草ダムより、高瀬ダム方面の自家用車の乗り入れが禁止されている。したがって、高瀬ダムへ行くための交通手段としては、七草ダムより徒歩、片道1時間30分、もしくは乗り入れ許可を受けた指定タクシー、15分に、限られる。 指定タクシーは7相ダム湖畔にて待機しており、片道2100円で乗車できる。かつては、高瀬川テップ湖間より発車する無料送迎バス、予約制が存在した。約2時間の工程でダムと発電所を見学することができたが、同館の廃止に伴い送迎バスも廃止された。高瀬ダムは、長野県内屈指の紅葉の名所、高瀬渓谷にあり、 特に包みいただきから見る紅葉は燃え立つように、鮮やかで見るものを感動させる。そのあやこの小説、湖水誕生にも描かれている高瀬ダム調整湖は5年、平成17年、大町市の推薦によって、ダム水源地環境整備センターが選定するダム500、1000に選定された。このように、国立公園内の自然環境保護を目的に、 自家用車乗り入れを全面的に禁止しているダムとしては、高瀬ダムの他黒部ダム、豊平京ダム、豊平川がある。ダム湖の奥にある秘湯、湯又温泉生乱荘は、槍ヶ岳北面や野口五郎岳へ登山するにあたり、重要なベースキャンプで、高瀬ダムからは、徒歩2時間半の距離にある。かつては、手掘りで温泉が湧き出たと言われている。付近には七層ダム。 大町ダムのほか大町市エネルギー博物館などがあり、車で20分ほど北に向かえば、黒部ダムに向かう大町側入り口の関連トンネに、1時間30分ほど南へ向かえば、長は渡る、水戸の稲古木の安住三ダムにも行くことが可能であり、日本屈指の電源地帯を周遊することができる。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。